ストーリーを追体験することができるよ。目の前にいきなり現れたそのボス、ウララクさん来てくれたんだ。だけどなんだ、始めよう。僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、大勢の受験生に囲われてしまった。そんな時、ウララクさんが助けに来てくれたけど、ウララクさんがいた足場が崩れてしまったんだ。足場が落ちる。あの時、僕が戦うことを選択せず腕を壊さなければ、コウタ君を保護し相沢先生のもとへヴィランよりも早くかけられていれば、ガッチャンを奪い返せていれば、オールマイトはオール・フォー・ワンと戦っていなかったかもしれない。人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100% の力は使わない。代わりに威力はサポートアイテムで補う。ありがとう。ごめんね、下手こいた。うん、いや別にそんな。それよりひょっとして止血の人ですか？うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても発動の素振りすらなく、何より無策のまま敵前に姿を現すなんて、僕の知ってるウララクさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？もっと教えてほしいな、君のこと。引っ掛け？なんだよもうこの人。デック、大丈夫？ファイナルラウンド、レディー。まず行って、浮いてる、浮いてる、せい、なに、あげてけ。これはどうよ、重くそう。いやー、そい、やっ、ここは超勝負。おら、カレッチカウンター、ミルフは超余裕。用意する、その次に、こっから、あら、追い上げ、こんだけの量なら、せい、うん、無理。ウィー、とっても有意義だったよ。アメージング、反応すごい。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。いいとこだったけど、俺じゃもう無理ね。じゃあね。追うのはやめよう。個性の関係か、複合とターゲットを脱いでる。狙われるリスクはあるけど、あの人を狙うのは難しい。試験開始と同時に爆豪と霧島が走ってっちゃうから、寂しくてついてきちゃった俺。止血生と鉢合わせてしまい、そいつの個性で霧島が丸くこねられた肉になっちまった。これは G である。中学時より責務と教授を寛容する我々と、そやでただ者のままヒーローを志す諸君との水準差。責務？教授？ペラ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 と。
口じゃなくて行動で示してくださいよ、先輩。なんつったあの人、頭に入ってこねえ。目が細すぎて相手の実力が見えませんだとよ。私の目は見目よき頂戴である。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。雄英子、私は尊敬している。温厚と度することに誇りすら感じていたのだ。職場は品を貶めてばかり。特に貴様だよ、バクゴー。出直す。嫌いなタイプだ。ぶっ殺す。試させる。へこみやがれ。やっせよ。認めろ。せっせっせっ。貴様は破れる。私は破る。やることは変わんねえ。圧倒的ねえぞ。まだやれる。ここからだ。少しは楽しませろ。アメーゼンか。雄英だろうが死血だろうが関係ねえ。俺はお前より強え、それだけだ。キス、私としたことが。しかし私が倒り気づかせよう。ふさわしい虚子こそ品位であると。何なんだこの人は。こんな戦闘不毛すぎだろう。早いとこ切り上げっぞ。飛び道具、目障りだ。先に丸めてやろうか。俺を無視すんだ。してないな。うっそー。なんつったあの人、言ってることが分かんねえ。バクオ、気をつけろよ。霧島に続けて爆豪まで。断片的な情報だけでディスってんじゃねえよ。始めよう。今試験は異例の少数採用。オールマイトが引退した今、本来であればヒーローは増員して叱るべきでは。これが示唆するは有象無象の淘汰。それを参上したく、こうして諸君らを廃している。試験そっちのけでやるとかおかしいよ。それにしてもさっきから対外中傷ひでえからね。聞くからやめてほしいんだよね。胸に刺さるのは己に自覚があるからだ。勝してくれれば幸い。俺のことじゃねえよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。先手は取るぞ。ベルト、危うい。ちょっと待て。乗る。返してくれ。大根ごめん。パンツメーション。ちょっとエレキテル偉大。バチバチ。シューラー。ほら大根。乗る。ここだ。向かいを。ソルテーキ。感覚が。返してくれ。ベルト防げなくね。偉大エレキテル。脱目せよ。ベルトエレキテル。感覚が。ちょっと、あや、バチバチ。ベルト偉大一個。くそ強えぜ。もう来てる。ウィー。どうよ、俺の雷撃。
メージング ニューストーリー。そやで下水道みてえな爆豪も割と真面目にヒーローやろうとしてますよ。霧島も友達のために敵地乗り込むバカがつくぐらいいいやつっす。立場を自覚しろという話だバカ者が。断片的な情報だけで知った気になってこいつらをディスってんじゃねえよ。押せんだよ、押せ。ありがとな、雷。ダメージ次第で解除されちまうんすね。通りで遠距離攻撃ばっかなわけだ。霧島に続けて爆言。見つけたぞ青山くん。さあ俺と共にみんなを。って何をしてるんだ青山くん。始めよう。俺は委員長として A 組を導くためみんなを探して駆け回っていた。青山くんと合流するも他の受験者に包囲されてしまった。しかし彼はなぜか空に向けてレーザーを放ったんだ。俺は A 組の委員長、クラスを導く立場だ。時間と足の許す限りはクラスに貢献したい。兄さんならそうする。俺の行動は俺の夢の形でもある。って青山くん何をしている。目立ってる。僕はもう2カ所ターゲットをやられてる。僕をかばってると共倒れだから君に譲っちゃう。僕を取りに来る人の裏を書くんだ。君のスピードなら可能だろ。何を急に言ってるんだ。パパ、ママ、どうして僕はみんなと違うの。夢の形、僕はずっと対等になりたかったのさ。青山くんのレーザー、あそこにみんないる。その場で旋回を続けるのです。青山め、一網打尽の策というわけか。ブラックアンク、黒きカイナのアンアンリ。青山が作ったチャンス、必ずものにする。取れるやつから取ってけ。みんな、青山くん、何をもって対等なのか物差しが違うゆえ分からんが、君のおかげだ。ありがとう。ま、僕のきらめきは止まらないってことだよね。残り7名、5名、続々とこの最終盤で一丸となった UA がコンボを決めて通っていく。0名、100人、今埋まり終了です。はぁ、青山のおへそレーザー見えたからまた集まれたね。ありがとう。こうして一次試験は終了した。A 組のみんなはなんと全員通過。次は二次試験、気を引き締めて臨むぞ。見つけたぞ青山くん。さあ、なぜか俺を睨んでくるが。おい坊主のやつ、俺なんかしたか。始めよう。一次試験が終わり二次試験が始まるまで控え室で待機していると止血の坊主が俺を睨んできた。おい坊主のやつ、俺なんかしたか。ほほう、いや申し訳ないっすけど、エンデバーの息子さん俺はあんたらが嫌いだ。あの時よりいくらか雰囲気変わったみたいっすけど、あんたの目は
エンデバーと同じっす。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。怪しい。エンデバーアンチか。じっとしてろ。殺めろ。我慢しろ。極寒だ。退ける。どうか。うなるっす。離れてろ。熱いこのっすね。じっとしてろ。見切ったっす。燃えろ。凍るっす。氷塊を退け。燃えろ。冷たー。お見舞いするっす。一挙一動。圧倒する。じっとしてろ。凍結だ。浴びきする。やろう。コールス、せっ、殺めろ。サビス、退ける。やってまいりました。離れて。燃えるっすよ。最大出力だ。これって、くっ。立ち止まるわけにはいかねえんだ。アメージング。夜嵐、やめなさい。トドロキ君、夜嵐が無礼を働いてすまない。二次試験はお互い協力して頑張ろうじゃないか。それでは次の試験でラストになります。皆さんにはこれからこの被災現場で傷病者を救出してもらいます。救出活動をポイントで採点し、演習終了時に基準値を超えていれば合格です。ヴィランによるテロが発生。その場にいるヒーローたちは一人でも多くの命を救い出すこと。スタート。ついに仮面試験の最終選考が始まった。必ずこの試験を乗り越えて仮面を勝ち取るぞ。なぜかを。二次試験はヴィラン制圧と救助活動。熱いっす。早速制圧に向かうっすよ。始めよう。仮面最終選考はヴィランを制圧しながらの救助演習。救助は他に任せて、俺はヴィランの元へ制圧の応援へ向かうと。あいつがいた。演習のシナリオだろう。どう動く、ヒーロー。さすがに余裕かよ。俺の炎で空気飛べ。で、なんで炎だ。熱で風が浮くんだよ。さてはあんた、手柄を渡さないよう合わせたな。絶対そうだ。だってあんたはあのエンデバーの息子だ。はあ、誰がそんなことするかよ。なんなんだよお前。親父は関係ねえ。ヴィランを前にくだらん喧嘩とは、随分と舐められたものだ。仮面最終選考はファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヒーローってのは俺にとってあんただ。熱い心が人に希望とか感動を与える。なのに、エンデバーとあんたの目からはただただ冷たい怒りしか伝わってこなかった。さあ、マジだと。ふざけんなよ。まあ、あいつだね。同じのことはもう乗り越えた。その時はまだ。バケロン、うなるぜ。気をつけたい。これ以上は。
自由などない来たぞ私ともあろうもルーマンパン手間ひってきさ全力行き過ぎたな。ウィン！よっしゃ！光栄の極みっす！アメイジング！自業自得だ。憎むような目、嫌だったものに自分がなっていたよ。くそ、無駄に張り合って相性最悪、連携ゼロ。こんなんでトップヒーローにかなうわけがねえ。もしお前もそう思ってんなら下から救い取れ。炎と風で閉じ込めろ。ってやつと救助活動。ギャングオロカを閉じ込めたけど、そう簡単にはいかないみたいだ。トドロキ君と止血の人が危ない。始めよう。雨降って地位固まる。過ちに気づき取り返さんとする。そういうあがきは嫌いじゃないな。風を使う個性、なんですぐ思い出せなかった。こんなうるせえ奴を否定するために見てなかったんだな。本当に過去も血も忘れたままじゃいられねえんだな。だが先ほどまでの愚行が消えるわけではない。で次はねえよ。とどめだ。二人から離れてください。ファイナルラウンドレディー新しいスタイルで。ヘマをオープン。せ、どうせ、待って。これが。よっ。押していけ。じゃあここから。足割りは。アサハギ。大丈夫。せ。これが、キック、これで出せる。ガイナ、蹴りだ。打ち方を、自由などない。決闘待って。精一杯だ。するね。克服してみよう。これまでの成果をスイッチを入れろ。待ってる。フライトだ。行き過ぎたな。ヘマを。いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング。ただいまをもちまして、配置されたすべての傷病者が危険区域より救助されました。誠に勝手ではございますが、これにて仮免試験全工程終了となります。終わった。高速用プロテクターが動きづらいなど言えないな。あの炎の渦はそれほどに見事だった。そして乾燥によるダメージからの奴の奇襲。試験が長引いていれば、あるいは(笑)ギャングオロカを閉じ込めたけど、
そうか、ギャングオロカを閉じ込めたけど、そう簡単にはいかない。二次試験が終わり、合否の発表始めよう。二次試験が終わり、合否の発表。危機的状況でどれだけ間違いのない行動が取れたかを審査したらしい。僕らのクラスは、轟君とかっちゃん以外はみんな合格していた。轟、ごめん。あんたが合格逃したのは俺のせいだ。俺の心の狭さの、ごめん。もともと俺が蒔いた種だし、よせよ。お前が直球でぶつけてきて気づけたこともあるから。これにて仮免試験は無事に終了。テク君も本当に嬉しそうだったな。いろんな人に助けられてきて、いろんな人に迷惑かけてきたから、だからなんて言うんだろう、成長してる証みたいでなんか嬉しいんだ。お母さんとオールマイトに早く見せたいな。二次試験が終わり、合否の発表。そして二次試験。ガッちゃん、話ってどこまで行くんだよ。ちょっと待ってよ。始めよう。仮免試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はかっちゃんに呼び出された。個性の話。気色悪かったんだよ。無個性で出来損ないのはずのてめえが、どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててよ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いてどうするの。てめえも俺もオールマイトに憧れた。ずっと石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦えや、ここで今。待てよ、なんでそうなるの。てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ。来いや。マジでか、ガッツァ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。てめえの憧れの方が正しいってんなら、じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。間違ってるわけないじゃないか。君の憧れが間違ってるなんて誰も。待っていてば。力づけで。いつも嫌がった。どんだけぶっ叩いてもいつも背中に張り付いてやがったのに。待ってる。もうあくそ雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに。なのになんで俺は。これが待ってろ。蹴る。合わせる。もう足技だ。もう蹴りだ。こんぐらい。ねえ、蹴飛ばせ。こんぐらい。速度を上げて。こんなねえなんて。やだ。Wee!
いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング、ニューストーリー。なんで俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。俺が強くてミランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない。それでも僕はやらなきゃ。かっちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに俯瞰したような目で見てきやがって、その態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君はオールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権限、悪いけど君に勝ちたい。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。俺の勝ちだ。オールマイトの力、そんな力を持ってもてめえのもんにしても、なんで負けとんだ。緑谷少年、爆豪少年、話は聞かせてもらったよ。君たちはそんな風に思って。始めよう。そこまでにしよう。二人とも悪いが、聞かせてもらったよ。気づいてやれなくてごめん。緑谷少年は非力だけど誰よりヒーローだった。君は強い男だった。すでに土俵に立つ君じゃなく、彼を土俵に立たせるべきだと判断した。俺だって弱えよ。あんたみてえな強えやつになろうって思ってきたのに、弱えからあんたをそんな姿に。これは君のせいじゃない。どのみち限界は近かった。ただ君の強さに私がかまけた。抱え込ませてしまった。すまない。君も少年なのに。緑谷少年が爆豪少年の力に憧れたように、爆豪少年が緑谷少年の心を恐れたように、気持ちをさらけ出した今ならもう分かってるんじゃないかな。互いに認め合い、まっとうに高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける、最高のヒーローになれるんだ。そんなん聞きてえわけじゃねえんだよ。お前一番強え人にレール敷いててもらって負けてんなよ。強くなるよ、君に勝てるよ。デクとあんたの関係知ってんのは、バレたくねえんだろ。オールマイト、あんたが隠そうとしてたから、クソデクみたいにバラしたりはしねえ。ここだけの秘密だ。オールマイトはカッちゃんに話した。巨悪に立ち向かうため代々受け継がれてきた力ということ、傷を負い限界を迎えていたこと、そして後継者を選んだこと。秘密は本来
私が頭を下げてお願いすること。どこまでも気を使わせてしまってすまない。結局俺のやることは変わんねえよ。ただ今までとは違え。デーク、お前が周りを見て吸収して強くなったように、俺も全部俺のもんにして上へ行く。選ばれたお前よりもな。じゃあ僕はその上を行く。行かなきゃいけないんだ。僕とオールマイトの秘密が三人の秘密に。以前と違って僕とカッちゃんは真っ当にライバルっぽくなったような気がする。緑谷少年、爆豪少年、話は聞かせてもらった。ヒーローインターンの説明に UA トップのビッグ3が来る。一体どんな人たちなんだろう。始めよう。かっちゃんとの喧嘩から数日が経ち、今日から本格的にヒーロー活動ができる。ヒーローインターンの説明をするため、現 UA 生のトップ、通称ビッグ3が来てくれた。自己紹介、俺からか。ダメだ、ジャガイモだと思って望んでも頭部以外が人間のままで、以前人間にしか見えない。頭が真っ白だ。辛い、帰りたい。天月くん、そういうの蚤の心臓って言うんだって。人間なのにね、不思議。彼は蚤の天月たまき。それで私がハドをねじれ、橋戸さんの角折れたら生えてくる。動くの。ミネタくんのボールみたいなのは髪の毛。散髪はどうやるの。どの子も不思議。大鳥は俺なんだよね。前頭前頭タナンつってね。よし、つかみは大失敗だ。ヒーローインターンの説明に UA トップのビッグ3が来る。1年から仮免しとくか。始めよう。東方さ、強くなったよね。ねえねえ、言っていい？言っていい？私も1年生と遊びたい。波動さん、今はミリオが。1年生、私たちと遊ぼうよ。ケロ、私たちのことを呼んでいるのかしら。このままじゃ終われねえし、1年生も少しはいいとこ見せないとな。よし、試合開始。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。まずは私だね。うずまけ、えい。止めるわ。さっきな伸ばすわ。防ぐよ。出力30。痛くするよ。見えるかしら。ベロ痛そうかな。避けられないよ。よっ、舐めてたわ。どうかな。こうやって打つの。落ち着けば大丈夫。柔軟に。ケロケロ。避けられないぞ。遊びよ。出力上げちゃう。負けなのね。
白い個性見れて楽しかった。波動さん、1年生の個性に夢中になりすぎて俺にも攻撃が当たっていたよ。そもそもさすがビッグスリー、強さバネ。本当ね。ところで壁に向かって話している天敷先輩は放っておいていいのかしら。だから仮面しとくか。今年の1年生元気があるよね。そうだ、いいこと考えた。始めよう。自己紹介のつかみで滑り倒してしまった俺たち3人、何が何やらって顔をしてる1年生に俺たちの経験をその身で経験してもらうことにした。君たちまとめて俺と戦ってみようよ。早速着替えて体育館に集合だよね。ミリオ、やめた方がいい。立ち直れなくなる子が出てはいけない。昔挫折しちゃってヒーローを諦めちゃって問題を起こしちゃった子がいたんだよ。大変だよね、トウガタ。ちゃんと考えないと辛いよ。これは辛いよ。我々はプロとも戦っている。そしてヴィランとの戦いも経験しています。心配されるほど俺ら雑魚に見えますか？お前らいい機会だ。しっかり揉んでもらえ。その人、トウガタ・ミリオは俺の知る限り最もナンバーワンに近い男だ。プロも含めてな。うん、いつどっから来てもいいよね。一番手は誰だ？僕、行きます。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。元気よく行くよ。いや、水落ち行くよ。そこだよね、呼んでるさ。食いだらめ。いや、攻めるよ、食らうんだ。よく見る、水落ちだ。そこだよね。僕は諦めない。ここしろ。いや、見えてるよ、水落ち行くよ。思いっきりパワー吹っ飛ばす。なぜ強いかって、やっぱり予測ですよね。アメイジング。バープ、すり抜け。からくりは何だ。すり抜けの応用でワープしてるのか、ワープの応用ですり抜けてるのか。俺の個性透過強かった。ワープ風の移動はその応用さ。全身個性発動すると俺の体はあらゆるものを地面ですらすり抜ける。すり抜けるしワープだし強すぎって、あれ、地面に落っこちてたってことですか？そう。そして地面への落下中に個性を解除すると不思議なことが起きる。質量のあるものは重なることができず弾かれてしまう。つまり俺は瞬時に地上へ弾き出されてるのさ。これがワープの原理。体の向きやポーズで角度を調整して弾かれ先を狙うことができる。攻撃は全て透かせて自由に瞬時に動けるのね。やっぱりとっても強い個性。いや、強い個性にしたんだよね。発動中は肺が酸素を取り込めない。光や振動を透過させ何も感じることができないんだ。この個性を生かすには予測とそれを可能にする経験が必要だった。インターンにおいて我々はプロとして扱われる。それはとても恐ろしいよ。けど学校じゃ手に入らない経験は力になるので、怖くてもやるべきだと思うよ、1年生。大きすぎる個性のデメリット。しかし持てる力を生かすために経験し予測を身につけたこの人は努力でトップを掴んだ人なんだ。
ずは次郎と幕坊の家への訪問か、親御さんから了承がもらえるか。始めよう。生徒の安全を確保する目的で作られた全寮制への理解を得るために、俺はオールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下、必ず京香さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮制についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ先生いいっすよ、頭なんか下げなくて。このおっさんオールマイトの戦い見て、こんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝しますオールマイト。よせやいらしくない。それに次は爆豪少年の家だ。そううまくいかないと思うぞ。いや爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない、爆豪少年、ここだけは晒せないんだ。生徒だよ。君と同様に前途あるヒーローの卵だ。やっぱ本当のことは言わねえか。だったら力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性の欠片もないな。見ての通りオールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。相沢君、分かってますよ、家の前ですからね。手加減はしますよ。予想通りだ。つくな、てめえ、戻っとけ。とうっ、予想通りだ。甘いな、無駄、避けきれねえ。格闘だ、これで加減はできねえ。予想通りだ。チケルも入れられた。なせな、加減はできねえ。てめえ、石ころが無駄、うっ。予想通りだ。せーな、うわっ、うれ、痛いとこはついてく。とうえっ、そだ、明らかだ。うわっ、うわっ、言わねえなんて、やだ。ウィーン、その抵抗は非合理的だ。アメージング。そんなに言いたくねえのか。だったらいいわ。家入れや。カツキ、あんた何やってんの。また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの。バレバレよバレバレ。あの、あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校は勝樹を見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。幕号のおふくろさんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同より一層気を引き締めなくては。伝わったって。始めよう。なんだかんだで全員の部屋を見て回り、
部屋王決定戦は幕を閉じた。誰も予想しなかった結果に終わったけど、そしてその後僕たちは呼び止められたんだ。トドロキ君、デク君も飯田君も、それに霧島君、ヤオヨロズさん、ちょっといいかな。つゆちゃんがみんなにお話ししたいんだって。私、思ったことは何でも言っちゃうの。でも、なんて言ったらいいのかわからない時もあるの。林間合宿で爆豪ちゃんがヴィランにさらわれた後、戦闘許可も解除され、勝手な行動が許されない中、私はあの時心を鬼にして辛い言い方をしたわ。どれほど正当な感情であろうと、また戦闘を行うというのなら、ルールを破るというのなら、その行為はヴィランのそれと同じなのよ。それでもみんな言ってしまったと今朝聞いて、とてもショックだったの。止めたつもりになってた不甲斐なさや、いろんな嫌な気持ちが溢れてきたわ。みんなと楽しくおしゃべりできそうになかったのよ。でもそれはとても悲しいの。だからまとまらなくてもちゃんとお話をして、またみんなとおしゃべりできるように。つゆちゃんだけじゃないよ。みんなすんごい不安で拭い去りたくって、だからなんていうかむずいけど、とにかくまたみんなで笑って頑張っていこうってやつさ。つゆちゃん、すまれ、話してくれてありがとう。みんな取り戻そうと頑張ってくれていたんだ。いつもの、そう、いつものヒーローを目指し切磋琢磨する、あの日常へ。あの時私は心を鬼にしたわ。それで大丈夫だと安心してた。それ必殺技のトレーコスチューム改良のため。無駄に心がざわつくんが多い。この気持ち何なんだ。始めよう。トレーニングが終わり、私たち女子は共同スペースで話してたんやけど。お茶子ちゃん、お疲れのようね。うん、いやいやいや、疲れてなんかいられへん。まだまだこっからのはずなんだけど、最近無駄に心がざわつくんが多くてね。恋だ。緑やかいいだ、一緒にいること多いよね。どっち、誰なの。いや、な、なに、恋、知らん知らん。あ、浮いた。違うよ、本当に私そういうの本当分からんし。デク君、違うな。飯田君はもっと腰か、腰としなりだ。肩はなんとなくイメージできてきた。必殺技と呼べるレベルにするには。この気持ちはきっと今じゃない。デク君の目標のためにいっぱいいっぱいの姿をかっこいいと思ったから、あんな風に私も頑張らなきゃって思うから、だから今はしまっておこう。待ってください。始めよう。1年生に怪我させるかと思ってたの。でも全員怪我なしで偉いなーって。面白い子いた？気になるの。不思議。面白い一番手の子、俺の初手を分析し予測した行動だった。
サーが好きそうだ。堂方先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君はなんで俺に？サーナイトアイ事務所でのインターン、オールマイトに紹介してもらえないか相談したんですけど断られちゃって。でも先輩からならって、グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえるように僕を紹介してもらえませんか？僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキックとして働いていた彼の元でなら比較になると思うんです。断ります。分け合って彼とは気まずいんだ。正直合わせる顔がない。私からは紹介できないが、東方少年に頼んでみてはどうだろう。彼は現在ナイトアイの下でヒーローインターンを行っている。なるほどね。いいよ、俺そういう勝負嫌いじゃないからね。じゃあコスチュームに着替えて体育館に行こう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルでここから、これが、それ押していく、合わせる、足技だ、よいしょ。これまでの成果をずっと激しく、ここからかける、叩きつける、一直線だ、やるね、よかだ、ここに出せる、下からみんな、ウィーン、いいぞ、こっち掴んできてる、アメージング。ミドリア君、君はどういうヒーローになりたい？僕がなりたいのは、どんなに困ってる人でも笑顔で、誰も心配させることのないくらい、必ず勝って必ず助ける、最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。インターン先の紹介だけどさ、断る理由ないし、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。ああ、もともとさあナイトアイが好きそうと思ってた。待ってください先輩。先輩にお願い、絶対に認めてもらいます。ナイトアイ、僕はオールマイトの弟子なんだ。東方先輩にサーナイトアイを紹介してもらうために事務所へ連れてきてもらった。サーナイトアイは自分にも他人にも厳しいことで有名だけど、先輩曰くユーモアを最も尊重するらしい。そしてインターンを受けるには必ず一回は笑わせないとって、自分のわがままでここまで導いてもらったんだ。ここからは僕自身で開くんだ。ユーモアのセンスなんてない僕ができること、鏡の前で長年練習し続けたこれで。ミドリア英熟です。貴様、その顔何なんだ？
私をオールマイトの元サイドキックと知っての狼藉か。オールマイトにこんなシワはない。目元のシワは通常フェイスで約 0.6 センチ、シルバーエイジからは約 0.8 センチ。非常に不愉快だ。お引き取り願おう。あなたの元でインターンがしたいんです。今よりも強くなるためにお願いします。この契約書に印鑑を押せば契約成立となるわけだが、私は貴様を認められん。貴様が我が社にどう利益となるか、言葉ではなく行動で示してみるといい。3分以内に私から印鑑を奪ってみよう。私のもとでヒーロー活動を行いたいのなら、貴様が自分で判を押せ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。この室内がどうなってもいい。取ってみる。足技は？足を使う。僕の形を。やはりワン・フォー・ウォールはミリオンに潰せるべきだった。エスキレー剣と待て。足を使え。僕の形を。予想よりキックドキドキするね。今度こそこれまでの成果をずっと激しく。ここからフルトラ。未来は いいぞ。コツ掴んできてる。アメージング。上回れ上回れ。見えても反応できぬほど。僕とオールマイトの今までを否定されて黙ってられるか。僕はオールマイトの弟子なんだ。貴様がどこで何をしているか私には見えている。見れば見るほど貴様でなければならない理由が見当たらない。なんとも無様。気が抜けたか。気が抜けたわけじゃないです。オールマイトヒーロー活動10周年記念の非売品タペストリー踏むとこでした。まさか部屋のオールマイトたちを避けながらグラントリノのように跳ねていたのか。私の煽りに感情を揺さぶられつつも周囲と私への対策を考えていたと。採用だ。だが貴様を認めたわけではない。象徴なき今、誰がその力にふさわしいか現場で痛感してもらう。たとえ彼の意に反しようと。絶対に認めてもらいます。ナイトアイ、僕はオールマイトの弟子なんだ。